ここで足止めしてくれている間に。ほい。いけた、いけた、いけた。お、寝ちゃった。ちょっと、ちょっと、ちょっと。そんなところで寝たら、取られちゃうんじゃないの、監視に。え？え？おー、びっくりした。お、え？ほら。かわいい。待って、この子、かわいいぞ。4番目か？こいつが。ちょっと、どうしようかな、声。あ、おはようございます。あー、かわいいな。気分はいかがでしょう？怪我とかありますか？ないけど、もしかして君は会ったことあるよね？気づきましたか？そうです。あの時助けていただいた種でございます。え？ん？どういうこと？お湯？お湯をかけて助けた種くんが？どういうこと？あ、またお会いできて嬉しいです。なんともまあ、立派になって。じゃああのキモい喋り方から脱出できてよかったね。あんななんかよくわかんないキモい、あの、助けてくださいみたいな喋り方から。確かに驚きますよね。一番驚いているのは私ですよ。というのもですね。私はあなたのお姉様より伝言を預かったので、伝えに戻ったのです。お姉ちゃんから？でもお姉ちゃんって、あれ？じゃあ4番目じゃないってことか。はい。体はすでに溶けて消えています。私もこの状況が不思議なのですが、どうやらあなた方は体を失うと、体のない魂だけの存在になるんですね。その証拠に目の色が赤になりました。ああ、なるほど。目の色が赤くなっている、この、人間の形をした受精卵ちゃんたちは、もう体はなくなった魂だけの状態ってことね。目が赤くなると死んだってことになるんだ。みたいですね。ですが体がないということは、ママに会えないということになるので、あなた方はまだ油断は禁物ですよ。なるほど、まだ死んでないから、頑張ろうってことね。わかった。まだわからないことがあるんだけど、なんで君の姿はお姉ちゃんじゃないのかな？それが、私にもよくわかっていません。最後を迎えた時、触れていたことが関係しているのか、体の性別的には半々みたいです。じゃあ、お姉兄ちゃんだ。お姉に。あ、それで伝言って何？すいません。余談でしたね。では本題に入ります。お姉様から預かった伝言。この部屋の奥に弟の足があった、とのことです。これはあなたのお兄さんのことですね。本当に？やったー。はい。どうやら4番目の方が隠していたそうで。4番目？何してんだよ。それを5番目の方が出て行かれた後、目撃したと彼女が言っていました。4番目ってどういう人なの？彼女は彼を奇形と言っていました。あの方の血はあまりにも濃いと言っていましたが、すみません。彼女はあまり4番目の方について話すことはなかったので。そっか。まあいいや。それよりも、お兄ちゃんの足持っていくね。とてもいい笑顔です。お兄様のことが好きなんですね。うん。お兄ちゃんと僕は双子だからね。あら。あ、パクパクしてんね。じゃあ聞くか。4番目の子は考えただけで吐き気がする。気持ち悪い。あの子だけは。殺して正解だった。へえ。やっぱもう下ろし済みなんだ。5番目と6番目はまだ下ろされてないけれども、もう今すぐにでも下ろそうと監視が必死になって探しているわけだ。ほう。なるほど。ここの奥って言った？ここにあるって？
お兄ちゃんの足はここにあるのかな。うんうん、一緒に探してくれるかい。両腕がないと探すのは不便でしょう。私も手伝いますよ。うん、ありがとう。いや、おね兄ちゃんすこ。え、でも触れるの？君って魂だけじゃないの？大丈夫？ほひはほ、ふゆはは。すごいですね。口に加える発想はありませんでした。ほう、なんなら私が持っていきますよ。来表夫、ひゃあ行ってふうね。行ってらっしゃい。ありがとうね兄ちゃん。人の体があるっていいですね。私が種の時の体は四肢がなかったもので、守る力もなく、彼女の体を持ってかれてしまいました。無力を悔やんでも仕方ないですね。あなたはお兄さんを助けてあげてください。わかった。あ、違った間違った。わはは、えへふへ。あ、わへやさ、これ加えて歩くの結構しんどいね。これ加えて全然でここに話しかけても、あ、同じだね、変わらないね。お兄ちゃんに早く会いに行くか。ところでさっき監視を助けてくれたお兄ちゃんとお姉ちゃんはどこに行ったんだろう。やめるわ、そろそろやめるわ。ここに行ったりする？もしかして。あ、間違った。ほい。あ、いるね。ちょっとセーブしよう先に。お前何加えてんだよ、ドン引きドン引きどんどん引き引きみたいな言われるかな。話しかけよう。正面からしか話しかけられないのかな。あ、なんだそれ、5番目の足か。そんな持ち方するか。ほひはんは、あひはは。俺が代わりに持っていこうか。やだ。おう、今のちょっと兄ちゃん傷つくぜ。はい、その足もしかして5番目の。むふ、なんであなたが。おひはん、ひょうひはほ。どうしたのか。なんでもないわよ。早くどっか行きなさい。おへ。じゃあ4番目がもしかして隠したことを知っている？お姉ちゃんは。とりあえずじゃあお兄ちゃんに渡しに行こう。あ、間違った。これでじゃあお兄ちゃんも一緒に行動して探すことができるようになるかしら。あー、同じことを言っている。ほへほへごかな。あ、またパクパクしてんね。あれ、今までごめんなさい。何度も何度も私はあなたたちを殺したのね。だけど5番目のあなたは絶対幸せにしてあげるから。お、5番目のあなたは。6番目は。お、双子だってこと知らないのかな。お兄ちゃん、あ、ちょっと待って、その前にセーブさせて。はい、持ってきてよ足。これでくっつくのかな。はひはん、あひ、あひ、あひって、おいおい、マジか。足じゃん。もう、お兄ちゃん、これでお兄ちゃんの足元に戻せるよね。ああ、まだ溶けきってないみたいだからくっつくはずだ。でも不思議なもんだ、どこで見つけた。4番目の人が隠してたんだって。おね兄ちゃんが言ってたよ。ああ、おね兄ちゃん、誰だそれ。3番目のお姉ちゃんとくっついちゃった種さんとお姉ちゃんのことだよ。くっついた。まあよくわからんが別にいいか。隠したのが4番目ってやつなのか。監視にちぎられた後振り返らなかったからな。その時に持って行ったのか。だとしたらいけすかねえな。持って行ったのはいいとして隠してたなんて。うん、なんで隠してたんだろう。4番目の人探してみよっか。なあ、会えないっていうよりはもしかしたら俺らを避けてる可能性がある。確かにこんな狭いマップで会わないってことないからね。だとしたら探しても無駄だろう、ららら。だとしたら探しても無駄だだだだだだだ、無駄だろうなって言えなすぎでしょ。ちょっとさ、飲み物飲んでいいっすか。ちょっと一瞬カットさせて。あ、水飲んだらすっきりした。いくよー。だとしたら探しても無駄だろうな。うん、あとはお前の腕も探さなきゃな。俺ももう少し安静にしたら一緒に行くよ。そうか、くっつくまでにちょっと時間かかるか。おー、すごーい。
足長くねお兄ちゃん。ちょっと足長いんだけど。え、背高くない？こんなことある？まあいいや。じゃあセーブして、ほいほい。で、お兄ちゃんが足がくっつくまでの間、私は、この辺をもう一回じゃあ聞くか。あなたを迎える準備が楽しくて楽しくて、だから早く元気にここへ来てね。5番目は望まれている。6番目は、何もまだ話題が出ていない。君同じことしか喋らなくなってしまったね、このおじさん。はい。はい。で、あれ？何するって言ったっけ？ああ、そっか、4番目を探すって言ったっけ？あわわ、助けて。助けてクレメンス。助けて！ちょっと、上に行きたいんだって。うん。1番目は、そっか、同じか、これは。4番目ね。とりあえずちょっと3番目のおね兄ちゃんのとこにもう一回行くか。マップ切り替えのタイミングが、いつも見つけられない。はい。同じか。こっちかな。とりあえずちょっとセーブして。セーブして、ちょっとお姉ちゃんが何か知ってそう。あれ？いない。いなくなっちゃった。お。あれ？お兄ちゃんとお姉ちゃんは？ちょっと話聞きたかったんだけど。あららら？腕がないと触せない。あれ？困ったな。お兄ちゃんどうしたらいい？俺らの体って結構便利だよな。監視にちぎられたとしても溶けきらなければ、大体はくっつくからな。でも、大部分取られるとすぐ溶けるよな。監視に持っていかれた体は、どこに行くんだろうな。確かに、どこに行くんだろう。僕の腕、どこかにあるのかな。俺の足が完全にくっついたら、俺もお前の腕探すよ。出てこなかった場合は、大丈夫。なくてもきっとママには会えるよ。そうだな。何か方法があるまで、気長に考えようか。そして、一緒にママに会いに行こうな。うん、双子だもん。一緒に行こうね。約束だよ。ああ、約束な。約束したぞ。現地取りましたよ、お兄ちゃん。もし、僕が、腕がない状態で生まれた時に、お母さんから愛されなかったら、お兄ちゃんは僕をかばってくださいね。いいですか？そんな無茶なって感じだけどね。困ったな。お兄ちゃんとお姉ちゃんもいなくなってしまったし、私はどこを探索すればいいのかわからなくなってしまいました。ほい。あれ？目玉くんがいない！目玉くんまでいなくなっちゃった。あれれれれれれ。あ、なに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 ？これは拾うべきかな。何？何を見つけたの一体？ん？あ！ああ、メニュー画面あったんだ。なるほど。なるほど。ノー。ノーを見つけて男で、あ、ここで男ってわかるのか。で、うねうね。縮れて短いあそこの体毛。やめろうねうね拾っちゃったの君。あ、困ったな。どうしよう。で、何か二つ、あと所持できるのかな？腕がまだないからってことかな。でもこの体毛を拾ったことにより何か変わるかしら。お兄ちゃんくっついたりするかな。ちょっと一回お兄ちゃんのとこ行ってみる？これ何？って。まだくっつかない？お兄ちゃん。うん、何をすればいいのか聞きに来た。俺はまだ安静にしてないといけないから、その間に怪しいところを調べてきたらどうだ？手がかりになりそうなものがあるかもしれない。別に俺が探すの面倒だとか、そんなこと思ってないからな。うん、わかった。探してあげますよ、お兄ちゃん。ちょっと体がバキバキになってきたな。てか今思ったけど、こいつ、目玉じゃなくて、卵子か。なるほど。卵子に記録してんのか。へえ。そういえば、ここ調べればよかったのか。
起きたら腕がなくなってたんだよね。本当に監視に取られたのかな。あー、確かに監視に取られたんだったら、なんか取られたみたいなこと分かりそうなもんだけど、あなあ、お兄ちゃんがいないのやだな。お兄ちゃんとお姉ちゃんがいないの。え、ここ調べたんだから、そろそろお兄ちゃん、腕じゃねえよ、足か、足くっついてないっすか。そろそろ、あの体毛も調べたんですけど、お兄ちゃん、あーまだか。あー、うん、やっぱりここが怪しいな。でも今の状態じゃ探せないから、1番目のお兄ちゃん、それとも2番目のお兄ちゃん、あと3番目のお姉兄ちゃん、誰かに手伝ってもらえば。お姉兄ちゃんしか頼れそうな人いないけど、でもお姉兄ちゃんどうなんだろうな。お姉兄ちゃんにしようか。お願いします。おや、そこで何をしているんですか。お姉兄ちゃん、あのね、今僕の腕を探してるんだ。でも腕がなくて探せないから、手伝ってくれないかな。その、手伝ってもらってばっかで、ごめんなさい。大丈夫ですよ。そもそも私は、あなたに助けてもらった身なので、むしろこちらから手伝わせていただきたいです。ありがとう。じゃあこの箱の中なんだけど。わかりました。お任せください。え、この選択肢でも変わったりするのかな。何かある、なんかありました。お、これはもしかして、うーん、もしかしなくても、これはあら、弟さんの腕ですね。溶け始めているようです。急げ、急いでくっつけなきゃ。なんというか、その、うーん、仕方ないよ。でもどうしてこんなところに入れられていたんだろう。変なの。4番目の方の仕業でしょうか。お兄さんの足も隠していたようですし、確信できる証拠ないですけど。うん、とりあえずお姉兄ちゃん手伝ってくれてありがとう。はい、じゃあ私も何か方法を探してみますね。うん、なるほど。え、腕溶け始めてるからもうダメなの？あ、え、腕じゃあもうダメ、え、あ、え、もっと早く探してれば腕溶けることなかったとかある？もしかして。あ、とりあえず、え、お兄ちゃんそろそろくっつきました？その前にこいつは？あ、同じか。お兄ちゃん、どうだ？何か成果はあったか？うん。あのね、僕の腕はあったんだけど、溶けかけてた。おいおい、マジか。溶けちまうとくっつかなくなっちまう。急いで溶けかけのやつ持ってこい。まだ大丈夫なの？ないことには何もできねえだろ。とりあえず持ってこい。話はそれからだ。わかった。お姉兄ちゃんに頼んで持ってくる。お姉兄ちゃんに頼んで持ってきてもらおう。ちょっととりあえずセーブをして、じゃあセーブをして、ほいほいほい。ところでお兄ちゃんとお姉ちゃんどこ行った？あと目玉さんもどこに行った？もうこの種くんはもういい加減にしてくれ。お姉兄ちゃんに頼んで腕を取ってきてもらったら、じゃあ今日は終わろうかな。おお、あれ目玉さん、あれ目玉さんがここにいるの珍しいね。あとお姉兄ちゃんも。どうしたの？あ、どうも弟さん。実は私気になることがありまして、目玉さんに聞いているんですが、すぐ黙るんですよ。この通り黙秘するんです。否定するわけじゃないのですが、肯定するわけでもなく、困りました。何を聞きたいの？4番目の方のことについてです。私が思うに、4番目の方は、目玉さんのことだと思います。え？え？そうなの？
え、あ、まあ、確かに奇形ではあるけれども。あ、みんなをこう、お世話してくれる役、監視役みたいな、そういうことではなくて、目玉さんが4番目なの？目玉さんが4番目？うん、でもおかしくない？この姿じゃ。弟さん、姿がおかしいのは、私も一緒ですよ。あ、言われてみればそうだね。でも目玉さんは、僕らと同じ姿じゃないよ。私たちとは違う姿のものとくっついた。と考えたらわかりますか？僕らと違う姿で他にくっつく？もしかして、監視とくっついたってこと？そんなまさか。え？監視とくっつくってできるの？目玉さん。私にはともかく弟さんには必要あると思いますよ。彼女が、3番目が見た4番目のことが、あなたで間違いないのであれば、なぜ彼らの体を隠したのでしょうか。その前に、どうして奪ったのですか。目玉さん、本当に、僕らの手足を隠したのは目玉さんなの？だったら知りたいな。確かに隠したのは、私たちです。しかし、指示をしたのは、2番目です。あー、やっぱなんかあいつみたいに言ってたよね。2番目、お姉様のことですね。なぜそんな指示を。もともと5番目と6番目を、同時に殺してほしいと言われました。理由はママに合わせないため。ママに合わせないため？なんで？それだとおかしいことがありますよ。それならなぜ人思いに殺さなかったのか。4番目と融合した今の私は、手足を少しずつちぎることができる程度です。なので少しずつちぎっていって同時に殺す予定でした。しかし隠し場所がバレてしまったようですね。お姉ちゃんが目玉さんに言ったんだね。お姉ちゃんにちゃんと聞いてくるよ。じゃないと今の僕納得できない。僕はお兄ちゃんとママに会いに行くって約束したから。弟さん、待ってください。私も行きます。お、え、何の目だよ。それが幸せとは限らないよ。ええ、今のがあれか、監視と融合してしまった4番目の融合する前の姿か。目が一つしかないんだ。なるほど。こんな時に監視が来るなんて。間違った。あ、まあいいか。弟さん、一旦落ち着きましょう。とりあえずどこか部屋に隠れるべきです。うん、そうだね。え、早くあちらへ逃げましょう。あっち？あ、こっちか。なるほど。あれ？あれ？そっち行くの？監視、え？あら？あららら？え、ちょっと待って、ちょっと、たんまですよ、これは。ちょっと待って、一旦今日ちょっとこれで終わってもいいですか？一回、じゃあ、今日はこちらで終わります。こんな気になるところで終わってしまってごめんなさい。ということで、次回に続きます。おつぴよでーす。